片付いた。体育委員も楽じゃないね。あさっての合同体育の準備は？絶対男子の委員にやらせようね。足よりも重いものを持ったことのないこのナオミさんにあんな重いものを運ばせるなんて。ああ。ナオミってさ、綺麗な形してるよね。え？何が？お尻の形。あんたの方が小さくて可愛いじゃん。私のはアヒルみたいでダメだよ。何言ってるの？ナオミのは安産型って言って。将来楽にたくさん子供産めるかもって形なんだよ。わ、それちょっと嬉しい。ナオミってほんとほぼさん気質だよね。子供大好きだもんね。うん、将来子供4人は欲しいかな。将来ある人はいいねー。ん？いや、島さんの声、それも悲鳴。どうしよう、うちの子たちに何かあったら。篠崎さん、大丈夫よ。落ち着いて。今、外で、この症状、過換気症候群だわ。どこかに紙袋でもあるといいんだけど、ここにはなさそうだし。とにかく気持ちを落ち着かせて安静にさせないと。何かの音が声みたいに聞こえたのかも。きっと建物のきしみだと思うけど。気になるから一応行ってみてくるわね。ここでじっとしててね。先生、待って！一緒にいて！篠崎さん、
大丈夫だよ、ゆい先生。俺が篠崎見てるから。てか、俺見てくるわ。先生、待ってて。ダメよ、他が安全ってわかるまで。君たちはここにいなさい。じゃあ、頼むよ。気をつけて。大丈夫だって、ほら。お願いね、すぐ戻るから。ああ、怖い。足がガクガク震えてる。何が起こっているのか。頭が混乱して思考がまとまらない。心臓を氷漬けにされているような痛苦しさで、めまいと吐き気が止まらない。大事なあの子たちに何かあったらと思うと、お腹の底から力が湧いてくる。強い大人を演じることができる。教師ってすごい。これは鍵ね。いや、先生、一人でどうしたの？教室で三人で震えてるのはやめたのかい？生徒の悲鳴が聞こえたから様子を見に行くんです。そう、でも
この急降車はいくつもの次元が重なって存在する多重閉鎖空間だ。同じ校舎にいたとしても存在する次元が違えば、その者同士が出会うことはない。もっとも、死んで死体や霊魂にでもなれば、あるいは、奴らのように次元間を行き来できる手段があるのかもしれないが、だから、その生徒が悲鳴を上げた場所に行ったって、会えなければあんたにできることなんて何もないよ。声が聞こえたもの。確かにあんたの生徒らしき子たちもさっきこの学校に連れてこられたようだけど、ここでは時間も次元もバラバラだってさっき教えたろ。悲鳴が聞こえたって、それは今発せられた声なのか。別の次元で何時間も前に上がった悲鳴なのか。あるいは、数時間先の悲鳴なのかもわからないんだ。影響し合ってはいるが、必ずしも並列に動いてはいないんだよ。この多重次元は。だからって、じっとしてなんていられません。どいて。地震！教師なんて世の中で一番信用できない生き物だ。お前らは自分の保身しか頭にない。生徒の心配より責任を取らされる自分のことが心配なだけだ。そんな奴しかいないんだ。教師なんて連中はもう騙されないぞ。
生徒間の虐待を知っても面倒だからと近寄らず、学校の体裁や偏差値のためなら。問題児として処理した生徒は簡単に退学にして切り捨てる。叱るんじゃなく怒る。生徒のためになんて考える奇特な奴は一人もいやしない。誤解。どうせあんたの生徒たちだってそのうち餓死するか悲観して自殺するか。僕のようなここで死んだ霊魂になぶり殺されるしか道はないんだ。死ぬ時だあんたのことなんて思い出しもしないだろうね。何か言ってみよう、遺言。あんたの生徒たちを殺すとき伝えてあげるから。あの子たちは助けて、お願い。親でもないくせにまだ心配したふり。嘘つきめ、知ってるかい、ここで死ぬと死ぬ瞬間の激痛が永遠に続くんだ。潰されて死ぬ、想像を絶する痛みと苦しみだろうね。それがずっと永遠に続くんだぞ。自分を助けてと言えよ。正直に。正直なら助けてやるよ。
強情だな大人は。何かがすごい力で上から押さえつけてる。意識が遠くなってきた。苦しいかい？そのまま潰れて死んだら。生き返るみたいな格好だね。みんな、生き延びて、大好きよ。地震だ！収まったか。どうしたんだよ。入れ違いになったらどうすんだよ。行くの？わかったよ。でも見つからなかったらすぐ戻ってくるからな。そうだ、書き置きするか。篠崎、お前何か持ってる？しかない。紙とか持ってねえもんな。あ、じゃあ、教託にでも書くか。ゆい先生、迎えに行く。入れ違いでこれを見たら、この場で待ってて、俺たちも帰ってくるから。これでいいな。つけの書き置き。
前がわがまま言うからだろうがよ。だって先生が。いや、わかったから泣くなって。こりゃ廊下が抜けてるぞ。さっきの地震のせいか。どうしたんだよ。いいこと思いついたの。
院長篠崎さんの怖いろうそくといえば、二の宮で知らない人はいないでしょ。十クラス全部で有名だよ、怪談委員長って。だから、この子、こうやって、ろうそくを置いておけば、持田くんたちが見つけてくれたら、目印になるかも。私や宍戸先生、岸沼くんもこの校舎の中に、一緒にいるってこと。そうだな。それ、お前の存在証明にしかならねえけど。ま、いいか。行こうぜ。骨だ。人の。もういやー。大丈夫かよ、篠崎。どこにいるんだ、あいつがいれば。もう少し篠崎も心が休まるだろうに。何やってるの、早く行こうよ。わかってるよ。なんだ今の。早く行こう。ああ。
なんだこの部屋。教室の形してねえな。おい、篠崎？頭が割れそう。マジか。おい、大丈夫かよ。でも、奥に何かあるぞ。私を置いていくのですね。許さない。肉痛い。
なんだこいつ。ダメ。脅かすな、お前。なんだこいつの目。ヘフリーヘヘ。なんだ。あ、真っ暗だ。篠崎、ユイ先生、サトシ、誰かいないのか。んだよ、ここどこだ。夢でも見てたのか。てか、体動かないし。周りに壁？穴の中がここ。なんだ、誰だ。やめろ！土か？上から誰かが。やめろ！何してんだ！植える気か！もう！口の中に詰まり出した！息ができねえ。死ぬのかよ、こんな。死ぬ？誰が？え？嘘だろ？冗談じゃねえ！やめろ！いって！目が！
どうしたんだよ。どこ行くんだよ。どうしちまったんだよ。
これ…篠崎？ああ！なんで！尻顔なんか見なきゃいけねえんだよ！ふざけんなよ！篠崎、お前のそんな姿見るくらいなら俺が代わりに死ねばよかったんだ！
おい篠崎、お前何やって。誰もそんなこと言っていない。今日は娘の誕生日なので、7つになったお祝いに。お前の汚い、ああ篠崎、おい。あれ、岸沼君、どうしたの？いや、なんかお前変なこと喋ってたぞ。ん？覚えてないのか？この状況でのプレッシャーのせいか。マジで神経が参ってるな、篠崎。あ、いや、気のせいかも、俺の。気にすんなよ。さっきの幽霊か？教室出てきてるぞ。絶対触られちゃダメよ。
なんだ、休むか。ううん、ここにもろうそく置いとくの。いいでしょ。ああ。今、声が聞こえたか？聞こえた。どうしたんだろう、この人。命を落とすとき、すごく、踊る。なんだよ、この、うん、なんだよ、何口に入れて。
血の味ってお前、はあ、これ篠崎篠崎じゃねえか、ああなんで誰がこんなことを、ああ誰だ、許さねえぞ、許さ、死にたくない、死にたくない、殺される、食べられる、あいつが追いかけてくる、もうすぐきっと捕まる、この遺書を読む人がいたら、あいつを裁いてください。私を殺して食べたのはクラスメートの岸沼です。
何？いや、なんでもない。なんだこれ、何のシミだ？人の形にも見えるな。ここで誰か死んでる。声が聞こえる。おい、どうし、おい。何なんだよ、クソ！大丈夫かよ、篠崎。もっと連れてこい！私のために何でもしてくれる！悪気がなくても、あなたは生き埋めが知るすのですか？私のものなんだから！あなたなんかに渡さない！掃除が大変だ。恥ずかしいと思いなさいよ！篠崎、あのままほっとくのはやばいか。でも怖えよ。なんであんなになっちまったんだよ。死ぬわ。やべ、なんだこの煙は。出てこい便所から。また吸ってたのか。あ、その、いいえ。
次目撃したらクビだって言っといたよな、学校。すいません。問題児、お前さ、なんで学校にいるの？親からも感動されて別居状態、友達もいない、授業も出ん。つまらないからと学校に八つ当たりされても困るんだよな。楽しくないんだろ。なんでやめないのか意味がわからん。その家庭環境では進学だって考えちゃいないんだろ？はあ。ま、一年のこの時点からすでに三者面談にすら顔を出さない。お前んとこのご両親もどうかと思うがな。うちの親出来悪い俺のことを嫌ってるから。いや、それ以前の問題だろう。親としての自覚が足りん。俺にもし子供がいたら絶対にそんなことしないよな。まったく大人になりきれていない幼稚な親が。一丁前に子供なんか作るから世の中幼稚なガキが溢れかえるんだよな。確かにな。確かに無理にここに居続ける意味はないかもな。こいつぶん殴ってやめてやるのもいいか。授業料だけ出してりゃ親だとでも思ってんだろ、あの類は。あ、なんだその目は。教師に手出すなんて初めてだな。ま、いっか。坪田先生。ああ、おお、委員長、なんだ。教頭先生がお呼びです。すぐ職員室に来てくださいって。そうか、わかった。ん？篠崎、お前の目はいつもキリッとしていて凛々しいな。先生、お前のような子は大好きだ。悩みがあったら何でも相談に来い。最低の先生。すまねえ。あなたも最低。え？今手出そうとしてたでしょ。あんなダメな先生の口車に乗せられて退学になって。そんな結末悔しくないの？意地でも思惑に乗らないようにかじりついてでも居座ってやりなさいよ。お前
何泣いてんだ。ごめん、なんか感情的になると意味なく涙出るの。私1の5の岸沼くんだっけ。ああ、私は3組の篠崎。出しゃばっちゃってごめんね。おう、あ、いや、じゃあ、なあ、さっきの教頭が呼んでるっての。うそうそ。そういや、あの時の涙の礼、まだ言ってないな。そうだよ。ここに閉じ込められたことが分かった時、何があっても、あいつを守るって決めたじゃねえか。うん。俺の、何があってもが今、試されてんだよ。しろ、マジかよ。大丈夫。篠崎。おかしくなりそうだ。なんでこんなことになっちまったんだよ。岸沼。そういや、あの時の涙の礼、まだ言ってないな。そうだよ。ここに閉じ込められたことが分かったとき、何があっても、あいつを守るって決めたじゃねえか。うん。俺の、何があってもが今、試されてんだよ。
篠崎。頼む。戻ってきてくれ。篠崎。クラスの奴ら見つけて、全員でここを出るんだろ。お前がそんなんじゃ、意味ねえんだよ。篠間くん、あれ、私、篠崎、お前、お、えでか、お前戻ったのか。木から目にしてる、ここで亡くなってる人たちはみんな知らない人たちだったけど、さっきのすごく身近な人の断末魔みたいな思念を浴びて、気づいたら篠間くんに溺れてて、あんなに拒否なくてもいいよな。身近な人か。今回ばかりは。外れるといいな、勘。苦しくて、寒くて、喉だけ焼けるように熱くて、湿気もしてて、真っ暗で、もがいても手も足もつかなくて、篠崎、しっかりしろ。お前はちゃんと生きてる。ゆい先生、本当にいないな。一度戻ってみようか。そうするか。サトシたちもいないしな。
私もね、学校大好きなんだよ。鈴本さん、ダメ！離れろ、早く！先生も大好きだし、君たちと一緒だね。鈴本、おい、しっかりしろ！鈴本さん、わかる？新聞の写真と同じ顔、同じ服装だ。さっき一階で追いかけてきた男の子の霊も。この写真の子だわ。この子たちを放っておけないよ。私、ここにいる。ダメだ。鈴本、ここ出ようぜ。なあ。Thank you.
おいおい、どうなってんだ。こいつは何しやがった。ことができないんじゃ、引っ張り出すこともできねえ。どうすりゃいいんだ。なんとかしなきゃ。で、お前、鼻血出てるぞ。言わないでよ。はっきりそういうのは。なんだよ。教えずにほっとく方がひでえじゃんかよ。こんにちは。なんだこいつ、目が死んだ魚みたいだ。あなた方はここに閉じ込められたばかりなのですね。そうだけど、あんたもか。見たことない制服だけど。私はとっくにここで死んでいます。大事な人を探しにここへ来ました。あなたはもしかして奈穂さん。はい。誰だ一体。女子高生霊能士の冴の木奈穂さん。あれ、去年何か賞を取ってテレビ出てた小説家の。すごく有名なんだ。いつもサイト見てました、奈穂さん。
ありがとう。もう更新なんてできませんけれど。幸せの幸子さんのおまじないが乗ってから更新が止まっていたから心配していたんですけど、こんなことになっていたなんて。なあ、ちょっと。さっき人を探しにここへ来たって言ったな。はい。自分から来たのか、てか来る方法があるのか、ここに。それはごめんなさい、言えません。それよりお友達が大変なことに。そうなんです。どうしたらいいのか。私はここで死ぬ前に、脱出を試みてこの学校を必死に調べました。どうやらこの異空間、天神小学校を形成しているのは私たちの時代から30年前に起こった事件。児童4名連続誘拐殺害事件で惨殺された子供たちの霊。さっきの新聞記事に写真付きで載ってた4人か。多分そうだね。私は途中力尽きて叶いませんでしたが、あの子たちの霊を安息に弔ってあげれば、あるいは多重次元の異空間も崩壊し、私たちへの無用な虐待もやめて解放してくれるかも。そう思うのです。安息に弔うったってどうすればいいんだ。欠かせないのはもちろん殺害犯人の懺悔でしょうね。殺害犯も、まさか。この校舎にいます。マジかよ、懺悔ってそんな奴相手に俺らに何ができんだよ。急
いで保健室の霊二人を何とかしないと、お友達が。わかりました。とにかく、そいつを探してみます。え、おい!待てよ、篠崎!作家か霊能しか知らねえけど、信じてみるよ。今は何でもありがたい。おい、大丈夫か？平気、戻してないよ。平気に振る舞ってるけど。プレッシャーでボロボロじゃねえか。篠崎、早く出してやらねえと、こいつもやばいぞ。出口はねえのか。なんだ、この声。首を返して。なんだ、体を戻して。
なんだこの人形、殺人犯の持ち物か。ふざけないで、感じたよ。待てよ。なあ、それ犯人の懺悔にならねえか。許せない、絶対こんな大人。出来事はもう終わったわ。大好きな大好きなご両親のもとへ旅立ちなさい。ね、いい子だから。その子を鈴本さんを話してあげて。嘘だろ。なんだよ、これ。
まさか、これ、篠崎！見るな！ここ、離れるぞ！マジで頭変になりそうだ。しろ、先生、本気で生徒のことを心配してるのかい？当たり前でしょ。たかが他人の教師だろ？親でもないくせに。親みたいなものよ。私も、如月学園の他の先生方も、みんなのご両親にも負けないくらい、あの子たちを愛してるわ。バカにしないで。教師を。それよりも答えて。私の生徒たちが他にも、ここに連れて来られているのは、本当なのね。聖者の魂が同時に増えたのを感じたから。いるよ、何人か。先生を含めて10人くらいだ。うっ、痛い。右腕が折れてる。それにこの血、棚に入っていた刃物が背中や腰に刺さる。気を失っていたのかしら。篠崎さんたちが心配だわ。戻らなくちゃ。今の子だって私たちと同じ学校に行くし。被害者が被害者をやりきれない思いで傷つけて、膨れ上がった悲しみが、閉ざされたこの空間で逃げ場もなく渦巻いているんだ。